今、ガス会社の方で働かせてもらってるんですけど、僕のっていうよりは、僕の先輩、今ちょっともう会社にはいないんですけど、先輩がちょっと体験した話で、うちの会社って、プロパンガスと都市ガスの方をやらせてもらってるんですけど、都市ガスの方なんですけど、都市ガスの方って、他の大手のガス会社を使ってもらってるところを会社名だけ切り替えるみたいな感じなんですよ。使ってもらってる使用量に応じて、うちの方の方が安くなりますよ、みたいな感じでやってるんですけど、ここで、まあ、ガスを滞納しちゃった、 お母ささんがいいるっててうお話をされて義務員の方からじゃあ、ガス止めてきてててきくれれないっていっう話をされてあ、わかりましたってその先輩の方が言って家着いて変営団地でいっぱい人がいるんですけどピンポーンって鳴らしてこんにちはって言ったらまあ応答が最初なくてあれいないのかなと思って何度もピンポン押してやってたらあ、はーいって男の人の声が聞こえてあの玄関前で息子さんかなと思ってその人がガス料金滞納しててガス止めなきゃいけないんですよっていう話をされてあ、そうなんですねって言って そういうこともあるのかっていう話をしてて、ちょっと今手持ちがないんで、ガスは一応止めてお支払いしてから開けますねっていう話になって、それで帰ったんですよ。事務員の方から入金あったら入金あったから開けてねとかっていう話があるんですけど、ま、その話がなくて、2ヶ月、3ヶ月ぐらい経って、ふと先輩の方が思い出して、そういえば入金ないな。事務員に確認しても入金ないよっていう話で、ちょっと心配になってお家に訪問したらしいんですよ。訪問してチャイム鳴らしたんだけど、やっぱり応答がなくて何も。一応来た っていうのを相手も確認できるように、訪問の手紙よくあるね、ドアに挟まってるやつとかでしょそうです、そうです、それを入れようと思って、玄関のポストのところちょっと開けたら、なんか変な匂いがするっていう、悪臭というか、なんか臭いなってなって、何回かその先輩体験してて、これもしかしてみたいな。 死んでないか何かあったら怖いし、とりあえず一旦警察呼ぶかってなって、警察を呼んで部屋開けてもらったらしいんですよ。警察の人に確認してもらったら、やっぱりあの、中で亡くなってたっていう話をしてて、結構もうその時夏場だったんで、まあ、ちょっと腐敗が進んでるっていう、警察と事情聴取だった後に、平異団地なんで結構近所の人とか来るんですよ。何、うん、かあったのみたいな感じで。で、味馬が来て、うん、全部事情聴取とか終わった後に、奥のおばちゃんとかに何かあったのって聞かれて、まあちょっとこういうことがあって、っていう話して、で、昔男の人、息子さんかな ととにちょっとガス払っっガ払てててくれとかって話してたんでその時は多分いたと思うんですけどね、とかっていう話をしてたんですけど、隣の人に聞いたら、その人結婚もしないし、息子さんいるよって言われたんですよ。男の人っていうのが付き合いないよっていう話をしてて、で、その人もその時話した時って、ドア閉め切った状態でその場で話してたんで、顔も見てないんですよ。よくよくそういえば、最初ガス滞納するときになんか色々話してたらしくて、普通滞納で止まるときって、こういうこともあるのか ってとこの人が言ったんですけどあんま言わないんですよあ、申し訳ないすいません滞納しちゃってとかっていうことを言うなら普通わかるんですけど、うん、後々なんか自分でわ怖っ,って思ったのがいろいろ話した時に何会社の何さんですかって聞かれたらしくてあ、うち何々の何々ですって話した時にわかりました必ず覚えてきますねってドア越しで言われたら、うんうん、わこっこっちは 相手の顔見てなくてあっちは多分ドアのレンズ越し見てたかもしんねーってなってその先輩ちょっと怖くなってガス会社い,いるのマジーかなってなって今もうやめちゃったんですけど俺結構よく連絡取ってたんですけど最近あの連絡が取れなくてでもな家族いるんで後々また訪問してみようとは思うんですけどじゃあまだその安否すら確認できてないっていう状態、はい、俺はできてないですね結構よく話す人だったんで、うん、次のとつまちん時さ前回こういう話したものですっていう風に言ってその後のちょっと安否確認 取れましたっていう話してくれたら優先的に通すからあわ分かりました確認してまた連絡して <music> そんな話でした。